下ですね、フロー5の方、水洗いしましたけど、蜜ろうを塗った方が蜜を溜めやすいという情報を聞いたんですね。でとりあえずどうしようかな、4つあるうちの右側2つだけ、蜜ろう塗ってみましょう。塗った方と塗らない方でどうなるか違いがあると思うので、蜜ろうは日本蜜蜂の自家製の蜜ろうです。もう折れちゃった。どうなのかね、違いはあるのかね、間違いないような気するんだけど。飲むかな。感じで塗りましたと。こんな感じかな。ここ。はい。こちらですね。通常の加湿器用の巣箱をちょっと加工したものを入れます。いいかな。これからですね、フローハイブをこちらの巣箱に装着していきます。で今回ですね、この、女王鉢を遮る網はですね、まあ、一回使用せずにですね装着していきたいと思います。ちょっと使用せずに様子見ようと思ってます。スワップ式になってますけど、かなりですね、ハチさんたちが増えてますし、で7枠、加湿器の7枠入れてますけど、7枠すべていっぱいになってます。はい、こちらに上に装着していきます。
い、このような形で装着しました。フローパイプ4つと、あと真ん中が加湿器用の素枠を入れてます。でここの蓋を開けると、はい、フローパイプが出るようになってます。一応ちゃんと調整しますか。ちょっとこの寸法がね、数ミリほどずれてますね、はい、まあ、次回修正しましょう。